平和。平和は、戦争や内戦で社会が乱れていない状態。国際関係において、平和は、戦争が発生していない状態を意味し、元来、戦争は戦線布告に始まり平和、講和条約をもって終了し、これにより平和が到来するとされてきた。国際連合憲章の下では、一般に、自衛権や安全保障理事会の決定に基づくもの、 以外の武力行使は禁止されており、伝統的な意味での戦争は認められなくなっている。戦争の違法化。しかし、武力紛争は現実には発生しており、特に第二次世界大戦後の武力衝突では、戦線布告もなく休戦協定も頻繁に破られるなど、旧来の戦争の定義を当てはめることが困難になり、戦争と平和の時期な区別も曖昧になっているという指摘がある。また、 従来、国際平和秩序はあくまでも国家間での平和の維持を共通目標とするものにとどまり、各国の国内の人民の安全まで保障しようとするもではなかったため、各国の国内での人道的危機が国際社会から見放されてきたのではないかという問題も指摘されており、人間の安全保障と平和の両立が課題となっている。 上のように人間の安全保障と平和の両立が新たな課題となっている。R.J. ランメルによって20世紀に発生した政府権力による民衆殺戮の犠牲者数は戦争犠牲者数を上回るという研究が出されるな従来の平和創造の歴史は国家間の平和にとどまり必ずしも人々の 安全確保のためではなかったことが問題視されるなど、伝統的な平和感の変容が指摘されている。国民統合が進まず政府の統治の正当性が確立されていない多民族国家や発展途上国では、外部脅威に加えて反体制派、運動や分離主義、運動といった内部脅威が存在し、内部脅威への強権的な対応の帰結として、 戦争の犠牲者数を上回るほどの多くの命が政府権力の手によって奪われるという人道的危機を発生させた。その背景には武力行使が禁止され侵略戦争は減少したが国際政治での勢力拡張の様式が旧来の侵略や領土併合ではなく同盟国や友好国の数を増やすことに変化した結果同盟国や 友好国の内部で発生する非人道的行為が、感化されることになったこと、各時代の黎明期に、平和共存平和感が、支配的になり、人権侵害を止めるための外交的圧力がかえって、国際関係に、超をもたらし各戦争にまで発展する恐れがある、ことから敵対する、人営内の人権問題への干渉は互いに、控えねばならず、人権の抑圧等が感化せざるを得ない状況が、 出現したことが挙げられている。2001年1月に、小方貞子国連難民高等弁務官と、アマルティアセンケンブリッジ大学トリニティカレージ学長、当時を共同議長とする人間の安全保障委員会が創設され、2003年2月の最終報告書では、安全保障の理論的枠組みを再考し、安全保障の焦点を国家のみを対象とするものから、 人々を含むものへ拡大していく必要があり、人々の安全を確保するには、包括的かつ統合された取り組みが必要であるとしている。グローバル化や、相互依存の深まりによって、戦争に限らず、貧困、環境破壊、自然災害、感染症、テロ、突然の経済、金融危機といった人々の生命、生活に、深刻な影響を及ぼす、国際課題に対処するためには、 従来の国家を中心に据えたアプローチだけでは不十分なってきているという背景もある。一方、1990年代のバルカン半島情勢への対処以降、人道目的のための武力行使が増加し、国家中心的で伝統的な主権の概念よりも人権と正義に関する国連憲章条項が重視されるようになったこと関係があると広く考えられているが、 人道目的のための武力の行使や武力の行使の示唆に対しては異論もある。今日までの平和論は軍縮、軍備管理による平和、戦争違法化による平和、経済国際主義による平和、相互信頼による平和、集団安全保障による平和などに分類される。この他に二十世紀末に民主主義による平和論が考えられるようになった。 軍縮、軍備管理による平和としては、国際連盟規約、ワシントン海軍軍縮条約、弾道弾迎撃ミサイル条約、戦略兵器削減条約、核兵器不拡散条約などがある。戦争の違法化は、国際連盟の設立を機に、不戦条約で戦争放棄に関する、初の多国間条約が成立し、第二次世界大戦後には、 国際連合憲章の武力行使の禁止原則、国際連合憲章第2条4項に発展した。戦争は資源や食料を求めて他国を侵略することで発生することから資源の共同管理や自由貿易、資源、食料を金銭で獲得できる制度を実現すれば戦争はなくなるという考え方が経済国際主義にいる平和論である。 戦争を偏見と民族差別に起因するものとみて、相互信頼を構築することによって戦争が予防されると考える平和論である。国際連盟の知的協力委員会及び第二次世界大戦後のユネスコの活動、国際親睦団体による国際交流や留学制度にその思想が引き継がれている。国際社会で、 集団的な制裁の仕組みを作ることによって戦争を防止しようとするもの。集団安全保障体制は国際連盟で初めて制度実現し、その後国際連合で整備拡充されて今日に引き継がれている。特に20世紀末に考えられるようになった思想で民主国家の間には相互に戦争を抑制する制度と文化が備わっていると考え、 世界のすべての国を民主化させることにより平和を実現しようとするが民主主義による平和論である。国際連合は平和のために創設されたが多くの問題を内包している。国連憲章にある集団安全保障は冷戦における米ソの対立により機能不全に陥った。現在世界各地で行っている平和維持活動も人材や資金の確保。 その権限や任務内容において数多くの問題がある。特にルワンダにおける平和維持活動は国連の限界や平和維持活動の問題を浮上させることとなった。国連では PKF 国連平和維持軍ピースキーピングフォーセスを用いて戦争に介入することで平和を積極的に創造する取り組みも行う。治安維持や一般市民への食料、 医療の供給、停戦や戦争を行う軍隊の撤退を手助けしている。この活動に対して1988年にはノーベル平和賞が贈られた。以下は平和の記念物である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。